綾野剛かける星の源、中島健とかける平野史洋が主演のバディーモノ警察ドラマに期待。今期のテレビドラマには面白くてかっこいい二人の相棒が活躍するバディーモノが二つあります。一つは TBS の金曜22時に6月26日から放送されている MIU404 です。 もう一つは日本テレビが6月27日土曜日22時から放送している末光警察ミッドナイトランナー。この記事では両作品について詳しくご紹介します。MIU404 タイムリミット24時間誰よりも早く犯人にたどり着け。TBS の MIU404 は警察内部において何でも置く。 と、揶揄されながらも、犯人逮捕に全てをかける初動捜査のプロフェッショナルである機動捜査隊、通称機草が、24時間というタイムリミットの中で事件解決を目指す様を描いています。主演の綾野剛は、警察官とは思えないほどの軽い性格と服装が特徴で、唯一認められている俊足と野生の勘を武器に仕事を行っていきます。 一方、相棒の星野源は、かつては捜査一課にいたこともある刑事で、起想経験もあり、周りからも信頼されています。勘だけで突っ走る綾野号に振り回されながらも、証拠や証言を地道に積み重ねていきます。綾野と星野はドラマ。 こうのどり、依頼役3年ぶりの共演ということですが、全く違う性格仕事の仕方で、ぶつかりながら事件を解決していく様子が、何とも言えない味があるのです。そして、いろいろな衝突の後に、あやがつぶやく、気下がっていいな。大きな事件になる前に、小さな事件の段階で防ぐことができるから、という言葉が、温かいのです。 これからの展開が、ますます楽しみです。末光警察ミッドナイトランナーは若い頭脳派と肉体派のバディ。日本テレビの、末光警察ミッドナイトランナーは、セクシーゾーンへの中島健人とキングプリンスへの平野耀のダブル主演です。このドラマは、 現場経験のない警察学校の生徒2名が学校で得た知識などを武器に難事件を解決していく様子を描いたものです。中島健人の役は頭脳派タイプで行動するよりもまずは物事を慎重に組み立てていく性格の持ち主です。一方、平野志洋は肉体派タイプで考えるより先に突っ走っていく性格。タイプの違う2人ですが、 共通点は困った人を見ると助けずにはいられない優しさを持っているところです。若く時として頼りないけれど困った人は放っておけない頑張りが何とも微笑ましく頑張れと声をかけたくなるのです。これも今後の展開に興味を惹かれます。結論。 このテレビドラマシーズンには、綾野剛と星野源、中島健人と平野耀といった実力派俳優たちが共演する警察ドラマが注目を集めています。それぞれ異なる設定とキャラクターが視聴者に新鮮な視点を提供し、期待感を高めています。MIU404 では、綾野剛と星野源が異なるアプローチで事件解決に挑む姿が見どころであり、彼らの共演はファンにとって嬉しい再会となりました。一方、末光警察ミッドナイトランナーでは、中島健人と平野耀が若さと優しさを武器に難事件に立ち向かう姿勢が視聴者の心を掴んでいます。どちらのドラマも異なる魅力を持ちながらも、 警察官たちの仕事への情熱と人間味を描いており、これからの展開がますます楽しみです。テレビドラマファンにとって、今シーズンは必見の作品と言えるでしょう。引き続き、彼らの活躍に注目しましょう。